ねえ、まさき。どうした、しげる。許しない。はぁ、どうしたんだ、しげる。ついに頭がいかれたか。僕はいたって正常だよ。これ以上ないぐらい正常な思考のもと、思考回路をフル回転で働かせた結果、人気向上のためにユリ栄養を提案したわけだよ。不純すぎるだろ、史上最低の思考回路だ。だからまさき、Go to Heaven。いやだ、いっそ自殺した方がマシだ。あのさぁ、この様子で戦国時代を生き抜いていくためには性格合わせ持つ必要があるんだよ。綺麗ごとにこだわった瞬間終わりなんだよ。だからってなんで男同士で Go to Heaven しなきゃいけないんだよ。詐欺だろ、みんなを騙す気満々じゃねえか。満々って、そんな露骨すぎる下ネタは下手すると規制かかっちゃうよ。言ってねえよ、ぶっ殺すぞ。殺さないでよ、犯してよ。犯さねえよ。友達に男ユリを迫られた俺の気持ちになってみろ。悪夢以外の何者でもねえんだぞ。友達に男ユリを迫りたい僕の気持ちも考えてよ。横暴すぎるだろ、その尊大なエゴイズムはどこから来るんだよ。宇宙。宇宙？それ以前に俺たち男だろ、ユリが成り立たねえんだよ。この時点で立派な詐欺だろうが。そうでもないよ、現代では男の娘なるものがはびこってるらしいからね。ほら、僕って可愛いじゃん。そしてもちろんまさきも。この立ち絵ではな。受け手の解釈で分かれるけど、可愛ければそれでユリとして成り立つと言っても過言じゃないよ。過言だろ。逆に聞くけど何が不満なのさ。不満しかねえよ。同性なんだよ、どっちも生えてるんだよ。つまり僕かまさきのどっちかがちょん切ればいいってわけ。気迷うな。しょうがないから僕がちょん切るよ。しょうがないとかいう理由で男の尊厳を捨てるな。じゃあまさきがちょん切るの？それは絶対嫌だ。もうほんとまさきって自分勝手だよね。どうも俺としげるでは自分勝手という言葉の基準が食い違ってるらしいな。ユリって言ったら可愛い子同士でニャンニャンするって相場が決まってんだよ。そんな相場今すぐ暴落しちまえ。じゃあ何さ、ユリってニャンニャンする以外で何があるの？知人同性交友から離れろ。あのなしげる、ユリって何も性的な肉体関係だけじゃないだろ。視聴者が尊いと感じる友好関係とか、見てて心癒されるやりとりとか、性的な事柄に足を突っ込まなくてもいいと思わないか。まさき、そんなまどろっこしいことなんかしないで、レッツニャンニャンゴーフーヘブンした方が手っ取り早いと思うよ。もうダメだこいつ。二次元世界にはすでにユリが腐るほど溢れているんだ。そんなありふれたものじゃ相手にされないよ。最初は水着や胸チラで浴場してた小学生が年食って、時間停止催眠寝取られ調教人妻もの AV でしか興奮できなくなるようなもんだよ。やり鍋ってレベルじゃねえぞ。そんな AV 性癖の歪み方しねえよ。いたとしてもごく少数だ。そんなグルメな人たちを喜ばせるには僕がまさきをニャンニャンするしかない。だからユリユリしよう。やめろ、そんなイカれたものをユリと呼ぶんじゃねえ。世間一般でそれを異常性癖って言うんだ。何言ってんの、ユリなんて異常性癖でしょ。やめろ、何を見てそんな結論に至ったんだよ。窓マギの映画だよ。な、と、ふぅ。でもみんなやってるよ。VTuber なんかやらせ疑うレベルでユリ栄養しまくりなところあるし。やめろ、それ以上口を開くな。いろんなところから怒られる。口を塞ぐならまさきのご立派様で塞いでほしいな。お願いだから黙ってくれ。じゃあまさき脱いで。なんでだよ。可愛い男の子の合法全裸を見せつければ人気爆上がりだよ。人気しか頭にないのかお前は。チャンネル登録するとまさきが脱ぐよ。脱がねえよ。みんな登録するんだよ。やばい、前から前兆はあったけどしげるがサイコホモになっちまった。俺は一体どうしたらいいんだ。僕はホモじゃないよ、まさきが好きなだけだよ。同じだ。同一視しないでよ、まさきって倫理観壊れてるよね。チューしてやる。誰か助けてくれ。誰も来ないよ。